科学において、三方両水型は、一個の原子とそれを中心とした、三方両水系の頂点の五個の原子とで構成される、分子の気化配置である。この分子構造は、中心原子の周りの結合核が一様でない、構造の一例である。この理由は、五つの末端原子が等価な位置を占める、気化配置が存在しないためである。この分子構造の例には、 基礎における五カリン及び五化リンがある。完全な三型、両水型は、天群 D3H に属し、その結合角は90度と120度の二通りがある。味方両水系分子形状は X イコールアキシアルイ、ハイイコイーキュイコールエクアトリアルイハイイシ、中心原子に結合した5つの原子はすべて、等価ではなく、2つの異なる位置が定義される。五円リンを例にとると、 輪原子は、エクアトリアルイの互いに120度の角度にある3つの塩素原子と同じ平面上にあり、さらに2つの塩素原子がこの平面の上と下にある。分子の気化配置のベスプア理論によれば、アキシアルイ原子は3つのエクアトリアルイと90度の角度で隣接しているためより混んだ位置にあり、それに対して、エクアトリアルイは2つの原子としか90度の角度で隣接していない。 五つの同一範囲子を持つ分子では、アキシアル類範囲子は、中心原子に密接することができないため、アキシアル類原子と中心原子との結合長はより長い傾向にある。例として、p f 五では、アキシアル P 解結合長は 158PM、エクアトリアル結合長は 152PM であり、p c l 五ではアキシアルおよびエクアトリアル結合長は、それぞれ214、 お,および 202pm である。混合ハロゲン化物の PF3CL2 では、塩素原子がエクアトリアルくらいの2つを占める。このことは、フッ素がより大きなアピコフィリシティを持っていることを示している。一般に、ハイイシのアピコフィリシティは、電気陰性度やパイ電子吸引能が増すにつれて、大きくなる。どちらの因子もアキシア類における、混合いがより重要でなくなるように、 中心原子近くの結合領域における電子密度を低下させる。ベスプア理論は、値電子の孤立電子体による中心原子の配位子の置換が電子配置の一般形式を変化させないことも予測する。結合電子体と孤立電子体の両方を含む、値電子の5つの電子体を持つ分子では、電子体は 味方量水系の配置のままであるが、分子の気化配置が異なるように一つ以上のエクアトリアルイが配位子原子についていない。C ー型分子構造は、中心原子が4つのフッ素原子と1つのエクアトリアルイ孤立電子体によって囲まれている4、復化用で見られる。これは、アックス表記法におけるアックス 4E 型分子に対応する。T 字形分子構造は3復化塩素で見られる。 三復化塩素は三つのフッ素原子の二つがアキシアルくらい、一つがエクアトリア類を占め、二つの孤立電子体がエクアトリア類を占めるアックス 3E2 型分子である。最後に三溶化物イオンも味方量水型に基づいているが、実際の分子気化配置は直線形であり、末端要素が二つのアキシアルいを占め、三つのエクアトリア類が 孤立電子体によって占められている。味方量水系構造を持つ一位生体同士は、ベリー機構として知られる過程を通して、相互変換することが可能である。この過程は、概念的には、ハイザーの違いに基づくジアステレオマー同士の相互、変換過程に似ているが、特定の軸が一回転するわけではない。二回転の過程では、二つのエクアトリアル範囲史が、 空きシあるいへシフトする動きに合わせ、空き師ある灰石は同時に、エクアトリアルへシフトする。機回転は、特にこうフッカリンのような単純な分子で顕著である。ありがとうございます。